ここは東京都葛飾区の JR 常磐線亀有駅南口。この動画は、ここから千葉県浦安市のとあるテーマパークの玄関口までを結ぶバス路線を紹介します。運行経路のほとんどを走る環七通り。このバスの愛称、セブンシャトルのセブンは、そこに由来しています。運行は京成バスの大型車両、専用ラッピングが施されています。乗車して、駅を出てすぐにその通りに入ります。乗車するのは、12時13分発のバスで、東京ディズニーシー行きです。運行系統は、2つあり、この亀有駅を発着するものと、JR 小岩駅のそばから発着するものがあり、この先の大杉第二小学校のバス停で合流します。そして、このバスは、亀有駅を出てほどなくすると、環七通りに入りますが、ここから全区間、急行運転を、していきます。ある限られた停留所のみに、停車していきます。環七通りは、大田区の平和島を起点に、環状となった道路で、東京23区を、ぐるっと大回りして、江戸川区の臨海町を、結ぶ、都道です。そして、都心から放射状に伸びる幹線道路と多く交差するため、このような陸橋やアンダーパスが多いというのも特徴で、確定便であれば、側道に入って、交差点近くの停留所に停車し、そして本線に戻るという経路を取ることが多いところですが、この急行バスは、基本的にほとんど立体交差を走行するため、信号待ちがあまりなく、道路が空いていれば快適に、乗車できます。所要時間は、全区間でおよそ60分。車内は、亀有駅から乗車した客のほか、途中からも少しずつ乗車してきて、座席がすべて埋まり、立ち客が8人程度いる様子です。そして、東京23区の郊外では、この環七通りのような通りに、並行して走る鉄道がなく、特に葛飾区や江戸川区は、南北の移動に弱いとされてきました。放射状の鉄道駅や、公共施設などを南北に結ぶアクセスとして、周辺住民や自治体からも、要望され登場したもので、そうした点からもこのバスの、重要性が高いと言えます。ところで、このバスは東京23区を、走るバスでありながら、乗車する区間によって、運賃が異なります。もちろん23区内は均一で、210円ですが、江戸川を渡って千葉県に入ると、420円となります。千葉県の区間内は180円、23区の一部区間と、千葉県にまたがる場合は320円と、設定されています。運賃収受方式は、整理券を取って乗車する方式ではなく、乗車するときに、あらかじめ乗務員に目的地を伝え、その運賃を支払うという、信用先払い方式が、採用されています。先ほど、京成本線の青戸駅、都営新宿線の市野駅と、東京メトロ葛西駅と、都心から放射状に伸びる鉄道と、接続するバス停では、それなりの利用があり、乗車も降車もかなりあります。そして、この葛西駅を出ると、次の鉄道接続駅は、葛西臨海公園です。このシャトルセブンには、さらに速達便が設定されており、新小岩駅発着の特急バスが、存在します。その特急バスは、立体交差の下に入らざるを得ない、一ノ駅前にも止まらず、葛西臨海公園駅にも立ち寄らず、東京ディズニーシーまで向かうものが、4往復余りあります。乗れたらラッキーという感じですが、今度そのバスの紹介もできたらしたいと、思います。
そして、臨海町に入り、国道357号線、首都高速湾岸線を、くぐると、日本最大級の観覧車と、マグロの展示を行う葛西臨海水族園の最寄り、葛西臨海公園駅前に、到着します。ここで乗っていた人のほとんどが降り、5、6名を残すのみとなりました。ここで、時間調整をした後、いよいよ江戸川を渡って、千葉県に入っていきます。このカットの動画は、見る人によってそのピントが変わる動画です。鉄オタなら、赤い帯の電車を、高速道路マニアなら首都高速湾岸線を、ディズニーファンなら、奥の黄色い壁のホテルを、見ていることでしょうが、バスマニアは、この動画を撮りながら車内の、様子やエンジン音に目や耳を、傾けているのです。この景色を見て、気分が高まってくる人も多いことでしょう。しばらくすると、東京ディズニーランド、バス停に、到着します。乗っていた人の半分は、ここで降りました。JR 舞浜駅に近いのはこちらで、1983年に、開園したテーマパークの入り口と、先ほどの黄色い壁のホテルの最寄りです。そして先ほどからちょくちょく見かける奇抜なデザインのバス。このテーマパークの外までも、その世界観のままでいるような、そんな不思議な感じがします。ここを過ぎると、これらのテーマパークを運営する会社、オリエンタルランドの事務所前を通ります。夢と魔法の国を演出する企業は、意外にも質素な感じがしました。なお、ここの大株主は、京成電鉄です。この会社の周りの周回道路を、回り込むと、東京ディズニーシー終点に、到着します。ここにも広いバスターミナルがあり、多数の行き先のバスが発着しています。最もバス便が増えるのは、ここからは夕方の4時以降で、パークで遊んで帰る人が、自分の住む町まで座って、帰れることを意図したアクセスバスなどの発着が、多く設定されています。このシャトルセブンも、おおよそその時間帯に、便が増えてきます。平日は通勤の利用で、土休日はディズニー出勤の利用とあり、ピークがほとんど同じであることからか、この系統には、平日、土休日の代役分は存在しません。地域の南北の移動の足、そしてテーマパークへの足としての、シャトルセブン、いかがでしたでしょうか。日常から、非日常へのリープもとても面白いと思いました。皆さんもぜひ、動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。